して両親が迷った結果付けられた名前が山上ルーシー。ルーシー、キミコ、アキエ、アリス、オリ、リネ、ヨシホ、現代版ジュゲム、ジュゲムがいる。ヒトセ、サナエ、ミキコ、イチコ。息子もしくは娘と話をする機会は増えたか。少しずつですが距離は縮まっているように思います。私と相対した男は全員私の美しさに顔を赤面させ、アッフと情けない声を出すはずなの。最近にも絶対オフって言わせてやるんだから。カニュマ、私が風呂に入った残り湯をどうする気だ。雪平くんのお父さんよ。トウツキ出身で元第二席なの。第二席、取引よ。キリトには合わせてあげる。私が知る限りのことも教える。だからあなたも、あなたが知っているキリトに関する全てを私に教えなさい。そうですね、端的に言い表すのは難しいですが、それがとても印象に残っているんです。本当に綺麗で本当に楽しかった。でも終わった後には寂しい気持ちになって。あれから雨は降るし風は吹くし雷は落ちるし最後は氷まで落ちてきて、どうせ直接会っても気づかなかったんでしょうけど、私だって一応服ぐらい選んで行ったのに、いきなりズタボロよズタボロ。それもこれも元をたどれば疲れないか。疲れた、一休みしろよ。そうする。メイ君久しぶり、元気だった？人間将棋楽しかった？あ、はい、雨でしたけど楽しかったです。まあなあに、徳さん。このままじゃいけない、このままじゃ私、シュウを。犬塚が来たって聞いた時、本当はすっごくすっごく嬉しかった。会いたくないなんて嘘、あなたが好き、大好き。でもママにすっごくすっごく寂しい思いさせてる。これ以上ママのこと寂しくさせたくないの。回答、人間が交わす独自言語を解析する。心という独自言語。心。理由、陶器は心の存在に関して調査解析の実行過程において論理破綻を多発し破棄された。以後。裸を見たいの。どうして見たいんだ。ソラタの体が目当て。答えになってない。脱いで。断る。どうして。どうしてって恥ずかしいだろ。私は恥ずかしくないわ。俺が恥ずかしいんだよ。